乱育次郎作。百貨店の怪盗事件。意外な死体。照夫君はお父さんの溝口刑事と久しぶりの休みに銀座へ遊びに来ました。そして大デパートの松屋の前を通りかかりますと何か事件があったのか。 店内は湧き返るような大騒ぎで、入り口のところまで黒山のような人だかりです。お父さん何かあったんですね。うん、そうらしい。入ってみよう。溝口刑事は職業柄黙って帰るわけにはいかないので、照夫君を連れると人並みを分けてどんどん入って行きました。 てるおくんも一生懸命人々の間をくぐり抜けるようにして一番前まで行ってみますとみんなの騒ぐのも無理はありません。飛び降り自殺があったのです。それもおかしなことには屋上から外へ飛び降りたのではなく五六階辺から一階のホールへ一直線に飛び降りたらしいのです。 まだ聞いたこともない店の中の飛び降りですから、もう店内はごった返すような大騒ぎでした。お父さん、誰が飛び降りたんですかあれさ、あの男だよ。照く君はお父さんの指さす方を見ますと、売り棚の陰に真っ黒な洋服を着た男が、 真っ赤な血潮の中にぐにゃぐにゃになって転がっていました。あ,あ、近寄っちゃいかん。と、溝口刑事が叫んだ時は、もうテルオ君はその死骸のそばに駆け寄って、何か不思議なことを発見したのか、夢中になってその飛び降り自殺をした男の顔を覗き込んでいました。溝口刑事は、 てるおくんが言うことを聞かないので、急いで駆け寄って引き離そうとした途端。お父さん、これは人間じゃありませんよ。え人間じゃない溝口刑事はあまりのことにポカンとしてしまいましたが、てるおくんは大発見に目を輝かせながら、人間じゃないんです。これは素晴らしくうまくできた人形ですよ。 この血は赤い陰気です。そう言いながら、その飛び降り自殺をした男の片腕をぐいと引きますと、ああ、どうでしょう。その腕は、たあいもなくすぽりと抜けてしまったのです。黒山のような人々は、一時思わず死因として、この不思議な少年の顔を見守っていました。 テルオ君はそんなことには構わず、なおもその人形の着ている洋服を調べてみると、ポケットの中からこんな紙片が出てきました。バカな奴らの騒いでいるうちに、俺はダイヤモンドの指輪をもらっていく。この次の火曜日に、また他のものをもらいに来る。どうせダメだが、 せいぜい用心しておけ。回答 X 段。これを読んだ瞬間、しまった、と叫んだのは、溝口刑事をはじめ、電話で呼び寄せられた他の警官、店の警備員たちでした。そして次の瞬間には、矢印馬を追いのけて、ダットのように階段を駆け上がり始めたのです。 もちろん、てるおくんもみんなに遅れないように、続いてかけてゆきました。刑事、警官の一団が夢中になって、駆けつけたところは、5階の貴金属の売り場でした。あの人を食った不思議な手紙によれば、回答が目をつけているのは、貴金属売り場のダイヤモンドの指輪なのですから。もしかすると、 もうあの高価なダイヤモンドの指輪は、怪盗が悠々と持っていったのかもしれない。そう思うと、一刻も早く貴金属売り場に行かなければ、と溝口刑事、照夫君も先頭にして、一同は転ぶようになだれ込んできました。しまった。遅かった。遅かった。 一度はこの売り場に輝いていたダイヤの指輪が、忽然と姿を消しているのを見ると、歯を食いしばって残念がりました。今の大騒ぎに紛れ込んで怪盗は、もう風のように消えてなくなってしまったのです。それにしても、頭の良い怪盗ではありませんか。彼は五階の貴金属部のそばから、 一回をめがけて、あの精巧な人形を投げ落とし、人々があっとそれに注意を奪われている隙に、悠々と、あの目もくらむようなダイヤの指輪をポケットに入れていったに違いないのです。その上、次の火曜日にまた来るという不適な手紙を残していった小面憎さ。今頃はどこかで、 自分たちの大騒ぎをあざ笑っているにそういない。そう思うと、照夫君はお父さんの溝口刑事と共に、もう二三分早くあの騒ぎに気がついて、この飛び降り自殺が人形のごまかしてあることを見破っていたら、こうもむざむざダイヤの指輪を取られなかったろうにと思うと、涙がボロボロ出るほど悔しかったのです。 よし、今度の火曜には、ゼが火でも回答をらえて、鼻を明かしてやらなければ、第一警視庁の鬼刑事と言われた父、溝口刑事の名に関わると、照夫君は深く決心して、次の火曜の来るのを、一日先週の思いで待ち設けていました。また現れた回答。 いよいよ待ちに待った火曜日、回答の言葉を信用すれば、今日また現れるはずです。いや、こういう大胆不敵な回答ですから、かの X 団の名にかけても、必ず現れるに違いありません。ルオ君をはじめ、溝口鬼刑事、それに溝口刑事の同僚、 またもう一人他から応援に来た塚田刑事。この四人で朝、松屋が開店する前から貴金属売り場に詰めかけ、怪盗いつでも現れてみろ、とばかり手ぐすね引いて待ち儲けていました。だんだん時間は経ちますが、さすがに怪盗もこの厳重な警戒では手が出せないのか、さっぱり現れそうな気配も見えません。 しかしそうかと言って、警戒を緩めるわけにも行きませんから、変わるがる見回っているうちに、退屈な午前中も過ぎて、どこかでぼーんと12時半を知らせる時計の音がしました。どうだい、なかなか現れそうにもないじゃないか。交代で昼飯にしようか。退屈した溝口刑事がそう言いました。 そうだな。こんなに厳重じゃ、いくら回答でも今日は出られませんよ。二人ずつ交代で昼飯にしましょう。私は照夫君と後にしますから、どうかお先に。そう言った塚田刑事はもう一度、これじゃ現れた途端に捕まってしまうでしょう。と言って大声で笑ったので、 あとの三人も釣り込まれて一緒に笑うと、溝口刑事は、じゃあお先に、てるお、あとを頼むよ、と言って、塚田刑事とてるおくんを残し、同僚の刑事を連れて食堂の方へ降りていきました。二人はしばらくあたりを見回していましたが、どうも現れそうもないし、四人いたのが急に二人になると、 余計退屈なので、テルオ君は腰掛けをどけると、窓際に持たれて、はるか下の方の銀座通りを行き来する、蟻のように小さい人々を眺めたり、遠くの高いビルディングを見たりしていました。そして、ふと何の気なしに、蓮に開かれた窓を見ますと、なんとそこには、驚くべき光景が、 ちょうど鏡のようになったガラス窓に映っていました。それはあの信頼していた塚田刑事が、照夫君が気づかないと思ったのか、今腕を差し伸べて、真珠の首飾りを盗み取ろうとしているありさまでした。照夫君はあまりのことに、一瞬は声も出ませんでした。 恐ろしく頭の良い回答ではありませんか。他から応援の刑事に化けて、朝から皆と一緒に回答の噂をしたりして、照夫君をはじめ、溝口刑事、その同僚の刑事などの隙を狙っていたのです。そして邪魔者の溝口刑事らを食堂にやって、その間に照夫君が窓を見ている絶好の機会に、 今、怪盗の正体を表したのです。てるおくんがふと窓に映った影を見つけたのは、まさに恵まれた幸運でした。てるおくんの頭は、相馬刀のように一瞬間に、これだけを考えました。そして次の瞬間には、ぐるっと塚田刑事の方を振り向くと、泥棒だ 精一杯に叫ぶと、いきなり、塚田刑事に変装した回答に飛びついて行きました。しまった面食らったのは変装した回答です。窓に映った影を見られたとは気づかなかったので、慌てて真珠の首飾りをポケットに投げ込むと、飛びついた照夫君を避けた瞬間に、ガラスの売り棚をひっくり返し、 ものすごい音が店内に響いたので余計慌ててしまい主張のように身をかわすと六階へ上がる階段を一目散に駆け上がっていきましたようやく食堂を出てきた溝口刑事たちは凄まじい物音に混じって照夫君の泥棒、泥棒という叫び声を聞いて怪盗だな あいついよいよ現れたのか、と大急ぎで駆けつけてきますと、照夫君が夢中になって塚田刑事を追いかけている世にも不思議な光景に思わずあっけに取られてしまいました。しかしそれより、やっと照夫君に追いついて、塚田刑事が回答の変装だと教えられた時の驚きの方が、なお一層の驚きでした。 けれど、てるおくんは、気が気ではありませんでした。そんな話をしているうちに、風のような回答は、階段をどんどん上がって、もう姿を見失いそうです。空の一騎打ち。早く、早く追いかけないと、また逃げられますよ。同僚の刑事も、気をもみながら叫びました。 大丈夫だ。あの上はもう屋上だ。逃げるところはないよ。もう袋のネズミなんだ。さすがの怪盗も慌てたと見えて、上に逃げたのはこっちの幸いさ。溝口刑事はそう言うと、にっこり笑ってから、それでも急ぎ足で階段を上り始めました。その三人の後ろからは、野じ馬が、 もう黒山のようになってついてきます。なるほど。こう人の山で階段を塞がれてはいくら大胆不敵な怪盗でももう袋のネズミです。照夫君が真っ先に屋上に駆け上がってみますと逃げ場を失った怪盗は向こうの隅に突っ立って恐ろしい顔をして睨んでいました。 回答としても、いかにも残念だったでしょう。もう一歩というところで、照夫君に見破られたのですから。照夫君に続いて溝口刑事、それからもう一人の刑事、その後ろからは、黒山のような矢馬が続々上がってきます。照夫君と回答との距離は、次第に縮まってきました。 もう一件半、いよいよ不敵な怪盗が捕獲されるか、それとも潔く屋上から身を踊らして、あの人形のような無残な死に方をするか、二つに一つの最後の土壇場に押し詰まってきました。もう世話をかけないで観念しろ。そう溝口刑事が叫んだ、と同時に、 回答はどこに持っていたのか、ギラギラ光る担当を抜くと、照夫君の方をチロリと見ました。あ、無法にもこんなにたくさんの野印馬の中を切り抜けるつもりかと、野印馬は思わず顔色を変えて、二三歩後ずさりました。回答はそれを見ると、ふふんとあざ笑いながら、 ひょいと屋上の手すりの上に登ると、いきなりその担当で、アドバルーンをつないだ縄を切って、それにつるさがると、ぽっかりと空へ逃げ出したのです。意外な逃げ場に、溝口刑事は、うわ、しまったと叫ぶといきなり飛びつきましたが、アドバルーンはその手をスルリっと抜けてしまいましたが、 その時身軽なテルオ君は、怪盗と同じように手すりに登ると、命がけでそのアドバルーンに飛びついたのです。ちょっと手が滑ったら、それこそはるか下のコンクリートに叩きつけられてコッパ未人です。あまりの大冒険に、溝口刑事をはじめ野じ馬も、はっと目をつむってしまいましたが、恐る恐る目を開けてみますと、 テルオ君は幸いアドバルーンに飛びつくことができ、そして銀座の空高く、気球に乗っての一騎打ちの真っ最中でした。もしあそこから落とされたらどうか、考えただけでもぞっと寒気を感じる大冒険の一騎打ち。それも片手と片手との格闘です。松屋の屋上からは、黒山のような人々が、 手に手を握って乗り出し、下を行き来する人も思わず足をとどめて、一斉に空の一騎打ちを見つめていました。そのうち怪盗一人でさえやっと浮かんでいたアドバルーンは、少年とはいえ、テルオ君一人の重みが加わったので、夢中になって格闘している二人の知らぬ間に、次第に下に下がってきました。 下では急報で集まった警官が今や遅しと待ち受けています。もうすぐだ。思わず手を握りしめた途端、下がってきた気球が向こうの家の平井心に触れたからたまりません。ものすごい音がするとアドバルーンは粉々になり、怪盗とテルオ君とはもんどり打って墜落していきました。 ふとてるおくが気がつくと、病院のベッドの中に自分が寝ていました。そしてあたりを見回すと、父、溝口刑事。その次には、てるおくが普段から一番偉いと思っていた刑事総監が、ニコニコ笑いながら立っていました。てるおく気がついたかね もう大分低くなってからだったから、大した不傷もなくってよかったね。警視総監はそう言って、照夫君の顔を覗き込みました。あの回答はどうしました捕まりましたか照夫君にはそれが第一の心配でした。ああ、そうそう。どうもありがとう。 あの怪盗もテルオんのおかげでやっと捕まりましたよ。あれは X 団という大怪盗の団体があって、その狩猟だったんです。狩猟が捕まったので、後の団員は続々捕獲されました。これもテルオ君のおかげです。よかったなぁ。と言って、テルオ君は、 枕元のダリアの花を見つめていました。